石原安太郎は日本の牧師である。石原和俊、勝の長男として、備前国岡山に生まれた。岡山の普通学校を卒業後に、横浜に行き、アメリカ合衆国長老教会の宣教師、ヘンリー・ルーミスの英語塾で学ぶ。英語塾で、ルーミスの講義によりキリスト教に触れて、改心する。1874年7月5日横浜第一長老教会で、ルーミスより洗礼を受ける。その後、C カラゾルスの築地大学校に入学する。1877年に開校された東京一神学校に転校し、1880年第一期生として卒業する。1880年11月26日に日本キリスト一致教会牧師に任命されて、新栄橋教会の牧師になり、1889年まで務める。新栄橋教会の牧師に就任して4年目の1883年5月に、第3回全国キリスト教信徒大親睦会が、新栄橋教会を会場にして行われる。石原は主催者と幹部として活動する。1889年には、巡回牧師になり、各地で伝道をする。1892年より、高台教会の牧師になる。1895年より品川教会を兼任する。1901年には芝教会の牧師になる。1906年7月日本キリスト教会伝道局の招聘を受けて満州の栄光、安藤県、朝鮮の慶城の教会の牧師を務める。1910年に帰国し、東京の赤坂教会の主任牧師になり、1912年に小石川教会の牧師を兼務する。1916年、赤坂教会を辞任して、終生小石川教会の牧師に専念した。1919年に死去する。ありがとうございます。